コリントビトへの手紙第12章さて兄弟たち、私があなた方のところへ行ったとき、私は優れた言葉、優れた知恵を用いて、神の証を述べ伝えることはしませんでした。なぜなら私は、あなた方の間で、イエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方のほかは、何も知らないことに決心したからです。 あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と御力の現れでした。それはあなた方の持つ信仰が人間の知恵に支えられず、神の力に支えられるためでした。しかし私たちは聖人の間で知恵を語ります。この知恵は この世の知恵でもなく、この世の過ぎ去っていく支配者たちの知恵でもありません。私たちの語るのは、隠された奥義としての神の知恵であって、それは神が私たちの栄光のために、世界の始まる前からあらかじめ定められたものです。この知恵を、この世の支配者たちは、誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら、栄光の主を十字架につけはしなかったでしょう。 まさしく、聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの耳が聞いたことのないものそして人の心に思い浮かんだことのないもの神を愛する者のために、神の備えてくださった者は皆そうである。神はこれを、御霊によって私たちに掲示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。 一体人の心のことはその人のうちにある霊の他に誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。ところで私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。この賜物について話すには 人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって、御霊のことを説くのです。生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それらは、彼には愚かなことだからです。また、それを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。 見玉を受けている人は、すべてのことをわきまえますが、自分は誰によってもわきまえられません。一体、誰が主の見心を知り、主を導くことができたか。ところが、私たちには、キリストの心があるのです。